なあ騎士王、もしかして世の聞き違いかもしれないが、貴様は今運命を変えると言ったが、それは過去の歴史を覆すということか。そうだ、たとえ奇跡をもってしても叶わぬ願いであろうと、聖杯が真に万能であるならば必ずや。セイバー、確かめておくが、そのブリテンとかいう国が滅んだというのは貴様の時代の話であろう。貴様の知性であったのだろう。そうだ、だからこそ私は許せない。だからこそ悔やむのだ。あの結末を変えたいのだ。他でもない私の席であるがゆえに。あーちゃん、何がおかしい。自ら王を名乗り、皆から王と称えられて、そんな輩が悔やむだと。これが笑わずに言いられるか。傑作だ、セーバー。お前は極上の道化だな。ちょっと待て、ちょっと待ちよ、歴史の王。貴様よりにもよって自らが歴史に刻んだ行いを否定するというのか。そうとも、なぜいぶかれ、なぜ笑う。王として神明を捧げた故国が滅んだのだ。それを痛むのがどうしておかしい。おいおい、聞いたかないだ。この騎士王とか名乗る子娘はよりにもよって故国に神明を捧げたのだとさ。笑われる筋合いがどこにある。王たる者ならば身を挺して治める国の繁栄を願うはず。いや違う、王が捧げるのではない。国が、民草が、その神明を王に捧げるのだ。断じてその逆ではない。何を言う。それは暴君の知性ではないか。ライダー、アーチャー、貴様らこそ王の風上にも置けぬ下道だぞ。しかり、我らは暴君であるがゆえに英雄だ。だがな、セイバー、自らの知性を、その結末を悔やむ王がいるとしたら、それはただの暗君だ。暴君よりなお始末が悪い。イスカンダル、貴様とて世継ぎを葬られ築き上げた帝国は四つに引き裂かれて終わったはずだ。その結末に貴様は何の悔いもないというのか。今一度やり直せたら故国を救う道もあったと、そうは思わないのか。ない。世の決断、世に突き従った臣下たちの生き様の果てにたどり着いた結末であるならば、その滅びは必要だ。痛みもしよう、涙も流そう、だが決して悔やみはしない。ましてそれを覆すなど、そんな愚行は世の時代を築いた全ての人間に対する侮辱である。いいや、滅びの花を誉れとするのは無人だけだ。民はそんなものを望まない。救済こそが彼らの祈りだ。王による救済だと？下船な。そんなものに意味があるというのか。それこそが王たる者の崩壊だ。正しき統制、正しき知性、全ての臣民が待ち望むものだろう。ほう、で王たる貴様は正しさの奴隷か。それでいい。理想に準じてこそ王だ。人は王の姿を通して法と秩序の在り方を知る。王が体現するものは王と共に滅ぶような儚いものであってはならない。より尊く不滅なるものだ。はあ、そんな生き方は人ではない。そうとも、王たらんとするならば人の生き方など望めない。征服を、たかだか我が身の可愛さあまりに聖杯を求めるという貴様には、決して我が王道はわかるまい。飽くなき欲望を満たすためだけに覇王となった貴様には。無欲な王なぞ飾り物にも劣るわい。
セイバーよ、理想に準じると貴様は言ったな。なるほど、往年の貴様は清廉にして潔白な聖者であったことだろう。さぞや高貴でおかしがたい姿であったことだろう。だがな、殉教などという茨の道に一体誰が憧れる、焦がれるほどの夢を見る。聖者はな、たとえ民草を揶揄できたとしても決して導くことなどできぬ。確たる欲望の形を示してこそ、極限の栄華を歌ってこそ、民を国を導けるのだ。王とはな、誰よりも強欲に、誰よりも豪商し、誰よりも激怒する。清濁含めて人の臨界を極めたるもの。そうあるからこそ進化は王を羨望し、王に見せられる。一人一人の民草の心に我もまた王たらんと同系の火が灯る。そんな知性の一体どこに正義がある。ないさ、王道に正義は不要。だからこそ開墾もない。騎士どもの誉れたる王よ、確かに貴様が掲げた正義と理想は、ひとたび国を救い臣民を救済したやもしれん。それは貴様の名を伝説に刻むだけの偉業であったことだろう。だがな、ただ救われただけの連中がどういう末路をたどったか、それを知らぬ貴様ではあるまい。なんだと。貴様は進化を救うばかりで導くことをしなかった。王の欲の形を示すこともなく、道を見失った進化を捨ておき、ただ一人で澄まし顔のまま小綺麗な理想とやらを思い焦がれていただけよ。故に貴様は生粋の王ではない。己のためではなく人のための王という偶像に縛られていただけの小娘に過ぎん。私はふーん。あーちゃん、なぜ私を見る。いや、何、苦悩するお前の顔が見物だったというだけさ。まるでしとねで花を散らされる少女のような顔だった。実に俺好みだ。貴様あれは、アサシン。なんだよ、この人数は。10人や20人なんてもんじゃない。どんどん増えていく。これは貴様の計らいか、金ピカ。さてな、雑種の考えることなどいちいち知ったことではない。時を見、俺が酒を供した宴席に刺客を差し向けるなど、一体どういう猟犬だ。むちゃくちゃだ。どういうことだよ。なんでアサシンばっかり次から次へと。だいたいどんなサーヴァントでも一つのクラスに一体分しか枠はないはずだろう。さよう。我らは群れにしてこのサーヴァント、されど子にして群れの影。召喚に応じたアサシン、ハサン・サッパー派。その称号を襲名してきた歴代のハサンの中でも、今回のハサンはとりわけ怪異な能力を持っていた。ある時は知略で、ある時は異国の言葉を介し、ある時は毒物の知識で、またある時は罠の技巧で、あまたの才覚を自在に切り替え、任務を遂げていった万能の暗殺者。そう、ハサンという一人の肉体のうちにありながら、彼らは全く別個の魂を持った多重人格集団。サーヴァントとなり霊的存在となった彼らは、必要に応じて分裂した人格にそれぞれ固有の体で実体化できる。それが彼ら百の顔のハサンの正体だ。まさか私たち今日までずっとこの連中に見張られていたわけ。
おそらく。ですが、アサシンが姿を見せたということは、奴ら、勝負に出る気でいる。まずい。いかに脆弱な敵とはいえ、この数で襲われたら、アイリスフィールを守りきれない。ライダー。なあ、おい。ん？こらこら、坊主。そう、うろたえるでない。宴の客を愚する度量でも、王の器は問われるのだぞ。あれが客に見えるってのか？なあ、皆の衆。いい加減その剣のな危機を放ちまくるのは控えてくれんか。見ての通り連れが落ち着かなくて困る。貴様、あんなやつばらまでも宴に迎え入れるのか？うん、当然だ。王の言葉は万民に向けて発するもの。わざわざ傾聴しに来たものならば敵も味方もありません。ふん。俺、さあ遠慮はいらん。共に語ろうという者はここに来て杯を取れ。この酒は貴様らの血と共にある。世の言葉、聞きたがえたとは言わさんぞ。この酒は貴様らの血と言ったはず。そうか、あえて地べたにぶちまけたいというならば、是非もない。なんだこれは。砂塵？どうしてこんなところに。セイバー、そしてアーチャーよ。これが宴の最後の問いだ。そう、王とはここをなるや否や。無論、ここをこそ王よ。王ただば、ここであるしかない。ダメだな、全くもって分かっておらん。そんな貴様らには、やはり余が今ここで真の王たる者の姿を見せつけてやらねばなるまいて。世界が砂漠へと変わっていく。そんな、これは固有結界ですって。そんな、心象風景の具現化なって大魔術を、どうして。あなた、魔術師でもないのに。もちろん違う。よ一人でできることではないさ。これはかつて我が軍勢が駆け抜けた大地、よと苦楽を共にした勇者たちが等しく心に焼き付けた景色だ。この世界、この景観を形にできるのは、これが我ら全員の心象であるからだ。ライダーの周りに騎兵たちが次々に実体化していく。なんて数なの。まさか見渡す限りの軍勢を召喚するだなんて。こいつら、一気一気がサーヴァントだ。見よ、我が無双の軍勢よ。肉体は滅び、その魂は英霊として世界に召し上げられて、それでもなお世に忠義する伝説の勇者たち、時空を超えて我が召喚に応じる永遠の保有たち、彼らとの絆こそが我が至宝、我が王道。イスカンダルたる世が誇る最強宝具、王の軍勢、アイオニオンヘタイロイナリ。久しいな、武家ファラス。
王とは誰よりも戦列に生き諸人を見せる姿を指す言葉。全ての勇者の羨望を束ね、その道しるべとして立つ者こそが王。ゆえに王はここにあらず。その意志は全ての臣民の志の総賛たるがゆえに。さて、では始めるか、アサシンよ。見ての通り我らが具象化した戦場は平野。あいにくだが、数で勝るこちらに血のりはあるぞ。蹂躙せよ。貴様の刀は生蔵ではあるまい。せめて意地があるならば進み出て、世にその一刀をもって示してみせよ。幕切れは興ざめだったな。なるほどな。いかに雑種ばかりでも、あれだけの数を束ねれば王と生きまくようにもなるか。ライダー、やはりお前というやつは目障りだ。言っておれ。どの位置よと貴様とは直々に決着をつける羽目になろうて。お互い言いたいところも言い尽くしたよな。今宵はこの辺でお開きとしようか。待てライダー、私はまだ。貴様はもう黙っとけ。今宵は王が語らう宴であった。だがセイバー、余はもう貴様を王とは認めぬ。あくまで私を愚弄し続けるかライダー。ゴルディアスホイール。さあボズ、引き上げるぞ。おいこら、ボズ。小娘よ、いい加減にその痛ましい夢から覚めろ。さもなくば貴様はいずれ英雄として最低限の誇りさえも見失う羽目になる。貴様の語る王という夢は、いわばそういう類の呪いだ。いや、私は、はあ、耳を傾ける必要などないぞセイバー。お前は自ら信じる通りの道を行けばいい。さっきは私を嘲笑しておきながら、今度は私におもねるのかアーチャー。無論だ。お前が語る王道には微塵たりとも間違いはない。正しすぎて
その細腰にはさぞ荷が重かろう。その苦悩、その葛藤、慰み者としてはなかなかに上等だ。己の器に余る聖堂を背負い込み、苦しみにあがくその道化ぶり、俺は高く買おう。セイバー、もっと俺を笑わせろ。褒美に聖杯を賜してもよいぞ。ほう、ライダーは去った。宴は終わりだ。アーチャー、特異念さもなくば剣を抜け。はあ、やれやれ。今割れた杯を求め争って、いくつの国が滅びたか知っていいような。まあよい、あえて罰するまい。道家の狼藉に怒っては王の直れだからな。何とでもほざけ。私の警告は一度限りだ。次は容赦なく切る。せいぜい励めよ、騎士王とやら。ことによるとお前はさらなる我が寵愛に値するかもな。セイバー、最後にライダーを呼び止めた時、もし彼が足を止めて振り返っていたら、私はどう言い返すつもりだったのでしょうね。思い出したのです。アーサー王は人の気持ちがわからないと、かつてそう言い残してキャメロットを去った騎士がいたことを。あれはもしかしたら円卓に集った騎士たちの誰もが胸に抱いていた言葉だったのかもしれません。セイバー、あなたは理想の王だった。それはあなたの宝具が証明しているわ。確かに私は理想の王タランとして自らを律してきました。過ちを避けるために市場を封じ、決して本音を言うこともなかった。その采配が上昇であり、その行いが正しくあれば、それで王とは従前なのです。だから私は誰にも理解など求めなかった。たとえ孤高であろうとも、それは王として正しい姿だ。だが私はその気持ちを果たしてライダーほど晴れやかに胸を張って誇示できるのかどうか。アーサー王伝説の神話か、神族と神家の裏切りによってもたらされる。それは神家との絆が確固たるものでなかったから。でもねえセイバー、運命はたとえ不可避だとしても、それが必要であるとは言い切れないわ。どういうことですか？未来は断りだけに導かれるものじゃない。そこには運勢がある、偶然がある。ありとあらゆる不条理な積み重ねが最後に運命の形を決めるのよ。あなたが騎士王であったがゆえに、あなたの滅びが定まったなんていう理屈は通じない。だからこそあなたには聖杯を求める意義がある。そうですね、あなたの言う通りだ。感謝します、アイリスフィール。私は肝心なものを見失うところだった。王としての私の是非を過去に問うても始まらない。それは聖杯に問うべきことだ。だからこそ私は今ここにいる。そう、その息よ。